落書きデンジャラス。いやー、切ないケースだよ。落書きプーするなんだけどね、もう内容からして落書きデンジャラスだから、間違いだからね。間違いだけだけどね。よし、まずは始めたの。作業の始まりは、掃除からっていうね、昔の人の名言をね。なんで2回も捨てるんだ。ものすごくバカバシかったけど、私はゴミを清掃してあげた。何を見て2回も捨てるんだろうって言ったんだろう。平和度24と。おうおうおう、ブー、出たバキ。今日もバンバン音楽鳴らしおって。またしてもソヨちゃんが歌いながら現れた。私はドキドキしながらソヨちゃんの様子を見守った。捨てるぞ捨てるぞ、そうそう捨てるぞ、もう感じでさ、万引き G メンみたいな感じでさ、盗むぞ盗むぞみたいな感覚で言ってるからな。まずか、またり、捨てたりしないよね。ケール、イエー、何聞いてるんだお前。ロック聞いてるな。よしよし、今回はゴミを捨てなかったぞ。反省して尻尾したのか、たまたまゴミを持っていなかったのか。あー、でもさ、どちらにしろさ、本人自体がゴミやからな。多分後者だ。全然平和じゃないな、これ。全然平和に進歩してないな。おお、授業が始まってしまった。さて、どういうサボり方しようかなって感じだな。筋力ばっかすごい上がってるからな。これ連続でバンバン上げたら、あの、プラス効果があるけんな。それは連続でやるでしょうって感じになったんやな、もう、すでに自分の中で。というわけで勉強。今は勉強三昧じゃ。真面目に授業を受けよう。勉強しました。学力がプラス15で、これが連続でやったらどんどんプラスプラスで連続ボーナス3かで、さらにもう一丁でもってこれも連続ボーナスがプラス3と、もうここまでなんか数字だけ見たらどんどん学力上がったような見える。そろそろさ、もうやばいさ、もしかしたら円周率が 3.14 であることを証明しなさいも解けるようになったかもしれんの。大学もう東大レベル。さて休み時、なんか気になるな、あれ気になるな、あるぞこれ。なんだこれは、え、これこれ何、調べよう。こういう時にな、これ何ってあるんだ。ピンクの iPod、 あいつが置いてったやつだ。もらっとこう、もらっとこう。確か騒音公害の誰かさんが買いかけたとか言ってたね。前のやつか。あ、前のやつどっち？ iPod に変えたってことは、これ変えたのやつ、後のやつじゃ没収。私の机に誰かの iPod。 ごめん、その机なんじゃ。あ、見当たらない。はっはっは、絶望的な顔で来たぞこいつ。没収だ。二度とお前の手にも渡ってたまるものか。私が iPod をポケットにしまおうとすると、同時にソユちゃんがやってきた。何かを探しているのようにキラキラ辺りを見渡している。うん、俺としてはさ、 iPod よりもさ、自分の将来を探した方がいいと思うんだな。ソユちゃんどうしたの？ iPod がないの？ストレートに言ったからな。ほら、 iPod がないな。分かってたよ。あのね、iPod が見つからないの。トイレに行く前に誰かの机の上に置きっぱなしにしておいたらなくなってて。うん、どこ行ったんだろうな。私を探してあげるけど見つからなかったらしょうがないってことにしててね。わあ、音楽ないと生きられない。あ、ごめんす、お前それ黙っといたらよかったものを、こいつの手に渡ったらもう後々面倒くさいことになるぞ。それなら私が持ってるよ。マジ？焦った焦った。はい、返して。ゴディゴメス、ひらめく。返したらまずいのではないか。え、何？なんで返してくれないの？あ、それとももしかして交換条件だっすか、返す代わりにみたいな。返してあげるよ。でもその前に私の作った契約書にサインして。はぁ、くそ、いつもこっちがハーって言う立場なのに、なんでこいつがハーって言わなあかんのだ。私はさっきそこら辺のプリントで契約書を作った。契約内容は次の通り。契約内容その1、音量はレベル半分まで。え、そんなことしたら聞こえないよ。お前の耳は節穴か。聞こえるよ。それにその音量続けてたら将来難聴になっちゃうよ。本当に聞こえなくなっちゃうよこれは。難聴？
何それ、依頼人？何と間違えてるんだろうな、この子は。勉強しないといけないね、こいつは。耳が聞こえづらくなるってこと。なんだかソウちゃんのペースに巻き込まれているような。大丈夫、君が大丈夫でもね。とにかく返せよ。このストライダー世代で音楽を聴かないとおかしくなっちゃう。まだあるよ。契約内容はその2、ゴミを捨てないこと。ゴミも抜かりないな。それは分かったよ。やった、翔平にも怒られてたしね。でもね、ポイ捨てすると叱ってくれるからちょっと嬉しいの。かまってちゃんだったんだ。かまってちゃんだったんじゃ、かまってほしいからポイ捨ててた、してたんだな。なるほどな。全然全然、なるほどな、やけど全然わかるとは思わないな。なんだ、じゃあ私が叱ってあげるよ。ごめんちゃんに叱られてもな。じゃあ奈々ちゃんに叱ってもらう。いりません。とにかく守るから iPod 返してよ。そこまで言うなら仕方ない。私はソヨちゃんにピンクの iPod を差し出した。彼女は嬉しそうに受け取ると、ありがとうねと言って再び音楽の世界に入っていった。ちょっとはマシな音量になったかな。ヘッドホンの音漏れも少なくなって、私も不快指数がかなり減った。ちゃんとお話をしてみるもんだな。やったやん、一人更生させたやんか、ゴメス。これは先生の、先生が内心書にさ、いい評価をくれるぞ、これは。それに翔平妃に怒られたいからゴミを捨てたなんて憎めない。つよちゃんって私が思ってた感じと違ってたかも。これは平和や。結構じゃないよ、もう一人更生させただけでもだいぶやな。仲良くはなってないよ、仲良くはなってないぞ。あ、とうとうスユちゃんがこのメンバーに入ってきました。早速から話しかけましょう。さっき話したばっかりやけど、ズンチズンチチなんだか、ロックドラム。スユちゃんのヘッドホンからジャンル不明の音楽が聞こえる。あ、ゴメスちゃん、この曲いいからちょっと聞いてよ。わ、本当に仲良くなってみたいな会話してるね。私を見ると嬉しそうにヘッドホンをよこす。ここで断るのもあれなので受け取って聞いてみる。いやー、すごい音。チャン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 。やばい、デスメタルはニードルズだよね。どっかで聞いたことあるそれ。ビビビズートルビか。ソヨちゃんは一人で話し、一人で喜んでいる。私は唖然としていた。私も話に入れろ。入りたがるとんかよ。もっと穏やかな曲はないな。探してみる。ショウちゃんは慣れない iPod を必死にいじくり回しているので、こっそりヘッドホンを本体から外した。解放された。だけど私、最近の若い人が聴くような音楽にはついていけないけれど、音楽自体は嫌いじゃない。なんだゴメス、最近の人が聴くような音楽にはついていけないってことは昔の人か。千の風にとか、そのあたり、そのあたりの曲が好きなんだ。古いな。なんといっても音楽の成績はいつも3だし、悪くはないや。悪くはないやないか。合唱コンクールでは普段地味なこの私が、あまりに美しすぎる美声で歌声で結構目立っちゃう。それなのに、なんで私の組だけ同賞だったんだろう。くそー、 iPod が体温感知しねー。このあ、暴れないでよ。音楽があってもなくても結局おとなしくできない子なのね。多分こういうことが、子がさ、将来的にさ、大統領になるんかもしれないなって思ってしまったら、日本は。いやいや、こういう話はやめよう。さて、妄想力、いや体力の方が先の方がいいかな。今日は寝て寝て寝てまくろ。寝ました。体力がプラス15も向上。あ、問題タイム。アンモニアの性質間違ってるのはどれ。あ、これ簡単すぎる。無臭ってことがまずないよ。もうこれさ、アンモニアがさ、すごい匂いするってことはさ、もう完全にいろんな人が知っとる、もう有名な話やもん。ほら、寝ていたことを許してくれた、かっこいい。先生的にはさ、あの寝とったけど、おいそこのお前って恥かかせようと思ってもね、さ、間違って恥かかせようと思ったけど、綺麗にさらっと当てる。ゴメスかっこいい。
気分の暴走からどんどんテンション上がっていくんや。もう一丁バンバン来いや、俺が答えるけんな。あ、怒られた。今回はストレートに怒られた。問題とか出さずにストレートに怒られた。でも寝るもんね。あ、そして暴走に戻ってきました。何体目の嫉妬だろう。そろそろ4時間目も終わりの時間だね。これ連続で何回も同じやつをやる、選んで能力上げていくんがいいんだろうな。多分暇だなーってぼーっとしてると、なーちゃんが私の席に遊びに来た。暇なのかこの子は。なーなちゃんまだ出てきた。たーまちゃんみたいな感じで、ちーまの子ちゃんみたいな。暇してるんなら何か話そうよ。いいよ。じゃあトークテーマは恋ね。ん、それ前のパートでもやった気がするんやけど。恋？うん、さっき私が話したんだから今度はあんたが話してよ。あ、そういうこと。でもごめんす、彼氏なんかいなさそうやけんな。どんなこと話すんだろう。彼氏いないんだけど。好きな人はいないの？私の好きな人目の前にいるのか、目の前にいるのか。一応いるかな。一応いるかな。誰？ストレートに聞いてくるなこの野郎。それは言えない。無理だよ、恥ずかしいし。好きな人とか恋の話なんて自分の口に語るのは恥ずかしすぎるよ。ゴメスちゃんもピュアですな。あんたって変なとこで恥ずかしく、いや恥ずかしいやがりよねと。なんで奈々ちゃんそんな怖い顔しとんの。私が恋のキューピッドをしてあげようと思ったのに。恋のキューピッド、弓矢持ってただろ。でも奈々ちゃんさ、恋のキューピッドでもさ、その弓矢さ殺傷能力あるだろ。言わないなんてバカだな、バカだよねって。奈々ちゃんが恋のキューピッドって、ここ痛すぎるんですけど、ここ強すぎて逆に不安なんですけど。とりあえず消しカスと青いノートはキーアイテムよね。あんたにとってさ、なんで？え？どういうことなんだろう。バカにされてるんじゃないだろうか。よっしゃ、今回2回も話せるぞこいつらに。ふう、どうしようかな。あー、最近結構いろいろなやつに話しかけまくいよけんな。そういうやつはまああれやけんするなんよな。そうやな。じゃあとりあえずルルシモドキ行こうか。迷った時はルルシモドキ。そういえば錦戸さんは一度俺に注意をしに来たよね。錦戸さんってバキかな、金髪。あ、バキじゃなかった。錦戸さんって誰だ、誰のことやったっけな。スプラトゥーン、金髪で俺に注意するくしに来るなんて何様のつもりかな。が、ごめん、錦戸ってもしかしてゴメスの本名か。あれ、川上ゴメスじゃなかったっけ。なんで錦戸さん出てきたん。言っておくけど、俺は服装違反を取り決まらないのには深い理由があるんだ。聞かせていただくと光栄でございます。橋本のためさ。あせなんでお前、こいつスプラトゥーンに対して何か忠誠心があるのか。要はイオリちゃんの言うことを聞いてるだけじゃないか。ちょっとヘリクズだって損したよ。ヘリクだって損したよ。まあこのクラスだったらさ、そういう上下関係もあるわなって思えてきてしまう。だからデンジャラスなのだ、落書きデンジャラスなのだ。次誰にしようかな。リンザキヤマー。あ、なんでリンザキヤマの時だけこんな BGM なのか。ゴメスちゃん、彼の具は何が一番好き。おっと、リンザキヤマが結構まともな。いや、なんで友達にそんな彼の具が一番好きっていうたわいない話を。あ、そうか、友達だからこそたわいない話ができるのか。なるほど、心を開いてきたな、リンザキヤマ。肉かな。おと、定番の反応だ。そうだな。そうなの。え、何？何？今度家でカレー作るからゴメスちゃんに来てほしいの。やばい、リンザキヤマの家とか想像したらちょっとやばい気がする。リンザキヤマの部屋もしかしてさ、三角木馬とかそういうタイプのやつない？大丈夫？肉いっぱい入れるから。この子が肉って言うてら人肉を思い浮かべてしまうんだ。ひぃー、え、私が言ったら家族の迷惑だよ。おっと、そういうご託を並べて何とか逃げようとしてるな、コメス。わかるぞ。
とか言いつつ行きたくないのは私、とか言いつつ人力にされそうな不安を隠せない私。凛に勝つ子はいないよ。お母さんもおばあちゃんもお姉ちゃんもお兄さんもおじいちゃんも殺された。お父さんは？え、殺されたですって。うん、凛が5歳の頃夜中合同に入られてみんな殺された。やばい、デスノードだったらレムドが来そうなパターンじゃないか。リンは一人だけ押し入れの中にいたから殺せなかったの。あの複雑な家族なんかもしれんけどさ、言って、お父さんは？お父さんは、あ、ほうほう、ごめん、突っ込むんじゃそこ。じゃあお父さんは無事だったの？ショックで精神病院に入院してる。多分もう戻ってこない。そうか、リンザキヤマが精神病ってほどではないけどさ、このヤントンはそういう過去があったけんか。なるほどな、同情はする。でも巻き込まないでくれ。知らなかった。なんて壮絶な人生を歩んできた子なんだ。ひい、それじゃあ病んでしまうのも無理ないよね。ちょっとリンザキヤマがさ、かわいそうに思えてきた。何しようかな。妄想だってさ、全部他3つは全部100超えとんやけど、それは妄想も100にしたんよ。なんだ宇宙の神秘宇宙の神秘、ゴメスが女神とかしたぞこれ。宇宙の神秘って、あ、展開で言う詰まった。あ、宇宙人に誘拐されたから宇宙人に誘拐されたけ宇宙の神秘考え始めたんか。宇宙人に感謝しなあかんような気がしてきた。誘拐された方がいいか。あー、ゴメス覚えろいや、パワフルに行こうって。パワフルパワフルパワフル全開いかんのダメだ。あー、あ、もういっちゃう。今度はちゃんとしたやつ。わあ、どんどん技を編み出していくぞ。平和条約、なんだそれピースフル平和条約みたいな感じ。ピースフル平和条約ごめんね、だんだんペリーっぽくなってきたぞ。さて、もう一丁。さあ次は、おお、いい感じに。で、あ、100に届かんかったか。けど結構高くなってきたな、ステータス。あれ、リンちゃん何してるんだろう。人と話してるみたい、珍しいな。お、これはちょっと面白い展開になってるってのはないだろうか。リンはあなたと付き合いません。は、なんだとこのアム。わあ、なんだよこの雰囲気。多分話しか目合ってないんだと思う。告白を断られたから逆上しているのかな。このパンチパワーの不良もなんでリンちゃんのことを、リンザキヤマのことを好きだと思ったのか。今にもつかみかかる勢いだ。そこまで恋があるのか、つかみかかるぐらいに恋があるのか。にしてもあんな美少女のリンちゃんと付き合うだなんて、おかしな顔のくせに。よくもまあ。何ジロジロ見てんだよ。はあ、てめえ何なんだよ、ざけんじゃねえ。ごめちゃんは関係ないよ。黙れこのブスひどいよ。リンザキヤマのことをブスと言うたな。この似合ってないくせに、こんな頭の前の方をもっこりしやがって。リンちゃんに向けてブスなんて、お前の方がよっぽどブスだと思っていない。言えない私んだよ。文句あるのか。ございません、ございません。け、相手にもならねえぜ。不良は悪態をついて去っていた。リンザキヤマ大丈夫か。あ、大丈夫そうじゃ大丈夫かなと思ってちょっと気遣って話しかけたけど、大丈夫そうやなこれリンちゃん、他人の人にうつ病って思われるのは嫌。うん、別に。うつなんかじゃないって親戚に言われるけど嫌だとは思わない。逆にそうなのかもと思う。じゃあ言うけど、リンちゃんはうつ病だとは思う理由もなく、心が塞いでるわけじゃないよね。わからないの、ずっとこんな感じだったから。自分がもともとどんな人間なのかわからないの。自分が何者かわからないのはみんな同じだよ。
まずは楽しいって思うから頃から始めればいいと思う。ゴメスちゃん、私を直そうとしてるの。ゴメスがなんか心理カウンセラー、心のカウンセラーみたいな感じになってる。うん、鬱は一人じゃ絶対治らないよ。あ、リンちゃんの笑顔よかった。これをきっかけにリンザキヤマは心がどんどん晴れていくのかもしれんな。微笑んだ。うん、やっぱりショートカットの似合う美人だ。よっしゃあ、今回はこの辺でお会いとさせていただこう。セーブ、あ、セーブ4までしかないんだこれ。ああ、はい、というわけで最後にちょっと視聴者さんのコメントをちょっと返信して、コメントにちょっと返していただきましょう。返していただきましょうじゃないな、返しましょう。なんかユサリンが来てらいいなみたいなコメントをしてくださったけど、まあユサリンか、まあユサリンは来てほしいけどさ、他のイラン3人は来ないでほしいなって思う。切なケースです。リンザキヤマの心にレインボー、というわけで今回はこの辺でちょっと温かい話でした。週明け。うおー、不良に勝っちまった。もうわしの強さはこの学校一、いや日本一、いや世界一、いやいや宇宙一じゃ。ははははこの力で公共室を制圧、いや平和にしてやるぞ。